初めに紹介するのはこちらの2つです。香りで虫除けの虫除けのクリップと、こちらは虫除けチャームです。こちらのクリップは以前も紹介したことがあるタイプで、挟むだけでね、虫除けという形の簡単のね、脱着簡単クリップタイプというものになっています。前回ハートの形のものを購入したのですが、今回は緑のね、クマちゃんのクリップを購入してみました。ポケットやポーチ、カバンに取り付けが可能です。後ろには使用上の注意や使用方法が記載されています。こちらはね、濡れてもね、成分が変わらないということなので、ちょっとね、追加でもう一つ購入してきました。で、今回新しく購入したのはこちら、虫除けチャームというものです。持続期間が記載されていて、開封後約2週間となっています。こちらはベビーカーなどに引っ掛けて虫除けという感じのね、ものです。同じで、虫が苦手な天然オイルの香りで虫除け対策ができます。クマちゃんのね、形がとっても可愛いなと思って、幼稚園バッグや小学校のランドセルにね、つけるのにもいいんじゃないかなというふうに思い購入してみました。後ろの方には警告注意、使用上の注意点や使用方法が記載されています。このようなカチッというチャームになっているので、ね、今夏休み中なんですけど、新学期が始まってからもまだまだ暑い季節続くので、こちらのね、チャームを取り付けてあげようかなというふうに思っています。次に紹介するのはこちらの2つです。どちらも保冷剤になっていて、1つがダイカットクールジェルフディベアというものになります。冷凍時間が約8時間で、冷やすと固まるタイプのね、こういうジェルタイプの保冷剤になります。後ろの方には使用方法が記載されています。サイズとしてはこちら、今回購入したのレッドのリボンのものになるので、133×93mm になります。こちらね、ブルーのリボンのクマちゃんも販売されていました。材質や容量、約 45g と記載されています。で、平らな状態にして冷凍庫でね、8時間以上凍らせてからご使用くださいということなので、前日に冷やしておいて、次の日のね、お弁当の保冷バッグなどに入れておくといいんじゃないかなというふうに思いました。ここの方にもアイスパック保冷剤とね、可愛らしい字で記載されています。このね、可愛いクマちゃんが一つ、もう一つがこちら、目玉焼きのね、形の保冷ジェルになります。で、こちらは冷凍時間6時間で凍るみたいで、凍ると白く固まって目玉焼きになるよって書いています。後ろの方には同じような感じでね、使用方法が書いてあります。サイズは 105×120mm、 重さとしては約 66g なので、こっちのクマちゃんよりね、こっちの目玉焼きの方が重いです。6時間以上凍らせてから、こちらの方がね、2時間ほど凍らせる時間は短く済みますね。で、こっちも保冷剤食べられませんと書いてあり、材質がね、ちょっと違うかな。容器が、こっちがね、つるっとこういう感じの、あまり破けにくいような容器になっているんですけど、こっちが本当に袋のような、ね、保冷剤になっています。で、いろんなね、保冷剤のタイプ出ているので、それぞれ購入してみてもいいんじゃないかなというふうに思いました。可愛らしくて、ね、これから夏に大活躍しそうなアイテムになります。次に購入したものはこちらです。おむすびホイルシートというアイテムで、ご飯がくっつきにくいアルミホイルで湿気を程よく吸収してくれるアイテムになります。幅が 25cm、 長さが 3m。 でアルミと紙の2層構造なので、湿気をね、吸ってくれるアイテムになります。後ろの方にはこちらですね、使用上の注意や特徴、あとはどんな感じで吸いますみたいな感じのことが書いてあって、シリコン加工されている耐油脂に、食品、アルミホイルが食品を空気に触れさせて乾燥を防ぐということ で夏だと湿気が多くてね、べしゃべしゃになってしまうのも嫌なので、これはね、とっても使えるんじゃないかなというふうに思っています。ちょっと今日お米を切らせているので、実際に握ることできないんですが、アルミホイル
見た目はアルミホイルなんですが、内側を見てみるとこのような形でね、ペーパーのようなちょっと星柄が書いてあります。アルミホイルになっているので、この2層構造になっていることで湿気をね、程よく吸収してくれて、ね、アルミホイルの役割も果たしてくれるというアイテムになっています。これはね、ピクニックの時とかこのおむすびホイルシート大活躍しそうなので、一つ持っているといいかななんて思いました。次に紹介するのはシャーベットカラーマーカーという水性のね、カラーマーカーになります。2本入りで110円のアイテムで、こちらが 4mm のもののこちらペン先と 1mm の細いペン先、2種類のタイプになっています。色はね、今回コーラルピンクとオレンジというね、色を購入しました。あと2種類ぐらいね、他のカラーの組み合わせもあったので、お好みのカラーが見つかるかもしれないです。優しく淡い色合いのシャーベットカラーが特徴のカラーマーカーです。イラストや文字が可愛らしい印象をもたらします、ということで、色味がねすごく好みだったので今回購入しています。パッケージもとってもシンプルなマーカーペンになっています。こちらの方が、何色だ、何色かはねペンには書いていないので、実際に蓋を開けてみて色を確認するっていう感じになるかなと思います。こっちのペン先が細いペン先になりますね。蓋のここの部分で色がね、分かりやすくなっているのが特徴的です。こっちの反対側だとあんまり分かんないんですが、細い方のペン先の方にちょっとねカラー見本があります。でこちらがコーラルピンク、結構濃いめのね淡色というよりかはちょっと濃いめのピンクかなというふうに私は思います。こんな感じのピンクです。もう一つがこちらがオレンジ、ピンクが濃いのでもしかしたらと思うんですけど、あ、オレンジの方がちょっとね淡色な感じのオレンジで、パキッとしてないカラーですね、オレンジの方が可愛らしいカラーになっていて、コーラルピンクの方がちょっとね濃いめのピンクになっていますが、どちらもね可愛いカラーなのですごく使い勝手が良さそうです。次に紹介するのはこちらです。アートカードセットのリゾートロケーションというタイプになります。4枚入りのポストカードのようなものになっています。後ろの方には中に入っているねカードの見本が載っています。夏らしいデザインでね、とっても可愛いなと思って今回購入してみました。サイズは 2L 版サイズ、ポストカードサイズ、L 版サイズ、あとミニフォトサイズね、それぞれ4種類1つずつ入っています。最近はね、セリアでこういうポストカードをなかなか買うことなかったんですけど、ちょっと可愛いものがあったので今回ね購入しています。すごい、なんかこういうのもどんどん進化してるんだなというふうに思いますね。今回購入したこちらのアートカードが、一つがこちら、こちらがね、なんだっけ、ミニフォトサイズ、え、わかります？ここ透け感あるサイズ、透け感あるね、こういうインテリアカードになっています。これとってもおしゃれだね。後ろの方がこうやって透け感があるので、ね、クロスとかに合わせて貼ってあげると、なんかこういうブルーのね、水の色味も変わるんじゃないかなというふうに思って楽しめそうです。でこちらが L 版サイズ、これめっちゃ可愛い、とっても好みです。なんかナチュラルな感じにゴールドのねこの文字がね、とってもおしゃれで素敵です。もう一つがこちらもすごい透けている、こちらのサイズがポストカードサイズですね。こちらもねなんか透けているので、窓際とかにクリップとかでこう挟めてあげると光が反射してとっても良さそうな感じがします。で最後、これはペラペラだ最後のは 2L サイズになっていて、これはねめっちゃペラペラです。なんだろう、お菓子を包む紙のような感じでペラペラなんですが、これもね透け感ある感じで
とっても可愛いです。で、飾っていると日焼け、日が当たってね、くるっとなったりすると、これまた雰囲気が出てね、おしゃれなんじゃないかなというふうに思いました。全部ね、可愛いインテリアカードになっているので、お部屋のどこかに貼ったりしてね、楽しもうかなと思っています。こんな感じで雑貨のね、棚に置いてあげてもね、可愛くなります。最後に紹介するのはこちらです。コットントートバッグ AGCM となっています。サイズが約 35×30cm で、マチが 11cm あるタイプです。後ろの方にはご注意が記載されています。このようなナチュラルカラーのね、ホワイトのコットンバッグになっていて、モーメントとね、ピンクのエイジが印字されています。このね、モーメントだけなので、とってもシンプルだなと思って今回購入しました。マチが11センチとしっかりあるので、ペットボトルのね、飲料とか水筒とか入れるのにもいいんじゃないかなというふうに思います。持ち手の部分も短くなく、結構長めなので、肩からかけることができるような長さになっていて、でしっかりとね、縫われているので、ね、外れることもなさそうです。で、今回こちら購入した理由としては、いっぱいトートバッグ、大きいのは持ってたんですけど、これぐらいの小さいものをずっと探していて、ちょっとしたね、ショッピングに行く時とか、あと公園のサブバッグとしてこれ持ち運びできたらなというふうに思って購入しました。100円なので、汚れてもね、気にならないですし、公園に行く時に中にブルーシートとかレジャーシートとか、あと水筒とかね、そういうタオルとかを入れて、公園バッグのような形で使えたらなというふうに思います。実際に肩からかけてみた感じがこちらです。ちょうどね、脇のところも余裕があり、下のところがちゃんと掴むことができるので、安定感があるバッグになっています。肩から下げた時にずり落ちなさそうな感じです。で、たくさんね、容量もマチが11センチあるということで、たくさん入りそうなので、この夏このバッグも大活躍しそうです。今日の動画はこの辺で、最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。